大きく5つありますので、えー、順番に、ね、やっていきたいなと思っています。えー、まず1つ目がですね、メールアドレスの話なんですけど、名刺に G メールアドレスを載せてはいけない理由というふうになっていますが、まあ、ちょっとメールアドレスのことについて考えていきたいなと思っています。これが、誰でも簡単に自分のスマホからイベントを作って、皆さんに見てもらうということができたんだけど、どうもですね、今年のリニューアルで、 我々が簡単にで、きなくなくってるんですよで今これに関して僕はエイトさんに問い合わせをしているんですけど、これがあの一般の人に解放されるようにまたなるのか、ね、なんか有名な人とかお金ある人しかできないようにするのかっていうのがちょっとまだ分からないんですけど、でもいずれにせよですね、今回エイトさんがやったこの試みって非常に面白くて、他の会社さんがこういうことをですね、今後やってくるっていう可能性はあるのかなって気がしています。つまりこのの先にあるものが 実は前回ちょろっと話しましたメタバースなんですよね。メタバースっていうものはつまりえいろんな、ねえー、その世界にいろ自分のバーチャルの空間を作ってそのバーチャルの空間に自分がテクテク歩いて行ってみたら展示場があるわけですよ。で展示場に行ったらそこにいろんなアバターの,、ね、あの人が立ってるわけ。 で、そこにパタパタ近づいてって、えー、なんかそこにこうスライドが出てるから、これ何ですかって話したら、これ高校なんですよって言って、えー、詳しくはじゃあこの後連絡しましょうって言って、ここに連絡くださいっていうのをバーチャル上でやるサービスがメタバースなんですね。で、これは完全に自分は VR ゴーグルをかけて、相手は VR ゴーグルをかけてやっていくんだけど、ちょっとまだまだハードル高いし、なんかその、 ビジネスイベントを見に行くために VR ゴーグルをかけるかみたいな、まだまだ皆さんが VR が当たり前の世界になってないから、どうしても今はエンターテインメントとかゲームとか、こういうものが先行してますけど、この世界が当たり前になったら、次はビジネスへ使えるなんですね。これ、同じことが実は携帯でも同じことが言えるんですね。皆さん覚えてますかね携帯電話って、昔、ガラケー時代に i モードっていうのがありましたよね。 i イモードの携帯って、実は一番最初に作ったものって、えー、エンターテインメントとかゲームみたいなものをですね、えー、コンテンツをやることにで着打たとかですね。で、みんながあれで、携帯に向かって何かこう、コンテンツを見に行くっていうことが、ね、習慣になってきたんですね。で、習慣になってきたら次どうなったかっていうと、いつも柄系で物を見ているから、 じゃあその延長で、ガラケーで物を売ってるところを買えるよということになったら、じゃあ、ガラケーで物を買おうということになっていってで、今ではこれがスマホになって、スマホを皆さん結局、YouTube じゃね、SNS やっていて、スマホを見るのが当たり前になったから、だからその時に、そのいろんな会社がライブ配信で、これ、これ買いませんかとか言ってると買っちゃったりするわけですね。 つまりこのようにあの必ず先行するのはエンターテインメントでエンターメントの先にビジネスが待ってるこれはもっと遡ればテレビも同じテレビも一番最初はプロレスの中継をやったりとか野球とかですねこういうものやって皆さんが興味持って見てくれるようになったら今どうなったかっていったテレビってほとんどテレビショッピングになっててんですね もうねテレビショッピングの,すあのあ番組がすごい今増えてるんじゃないかなと思うんですけど、えー、そのようなことになってくるわけですねだからこれは必ずですねエイトさんが今回ねまだリニューアル中でうまくいってないかもしれませんけど他のとこも参入してくる可能性があるんじゃないかなと思っているので、えー、この、まあ、名刺から始まった話ですけどぜひちょっと注目しておいてほしいなと思います。 はいといととうことで1つ目の話はこのぐらいにいたしまして、今度2つ目の、ね、話に行きたいと思うんですけど、2つ目はですねスケジュール管理の話。スケジュール管理は Google カレンダーでいいんじゃないという話ですね。えー、これもですね同じですね。今までは紙の手帳というものでスケジュール管理してるんです。ちなみに紙の手帳でスケジュール管理まだしてるって方、マジですか、マジですか。 あの僕ねあの、社会人になって手帳っていうもの一回も持ったことないんですよ。多分多分ない。前の会社の時も僕、手帳を持って、まあ、前の会社の時も持ってなかったけど、えー、前の前のうちの親父の会社の時にも手帳って多分持ってなかったと思うんですけど、あのなので、スケジュール管理って全部 Google カレンダー。 なんですもうだからもう十何年以上ずっと Google カレンダーでやってきているんですけどそのぐらい、えーまあ、Google カレンダーっていう,、まあ、なんていう手帳のクラウドサービスねオンラインサービスっていうのが有名なんですけど Google カレンダーを使ってますよねあ併用してるってことですねか紙とですねはいありがとうございますで、えー、このですね Google カレンダーっていうのが一般的だと思っているんですけど 実は、はてのマークがついているので、何てかって話をしたいと思います。はい。ということで、ここまで2つですね、えー、と大きくメールサービスって話とスケジュールって話をさせていただいたんですけど、ぜひ皆さんもですね、この今まで管理しているものをですね、クラウド上で管理しましょうということで、変えてみてほしいなというふうに思います。はい、では、ですね、今度3つ目の方の話をしたいと思うんですけど、こう結構ですね、大変なとこなんですが、 3つ目に行きたいいと思います。ちょっと順番があの行ったり来たりしてますけど、えー、クラウドサービスということで、えー、話をしているわけなんですけど、今紹介した2つっていうのは、ここの中の、えー、この真ん中にありますこ、これですね、この g メールの話と、そしてこのタイムツリーで、まあ、Google カレンダーはしてませんけど、この辺の話をしたんですね。つまり、えー、クラウドサービスっていうのは、皆さんの何を預けるか、あこれも話しましたね。 これね、何を預けるかということ、メール情報をオンラインで預けるのか、スケジュールをオンラインで預けるのか、名刺情報をオンラインで預けるのかという話をしてきました。じゃあ、それ以外にどんな情報をオンラインで預けているかというと、例えばですね、この辺にありますのは、このあ話しますけど、ファイル、皆さんの資料とか、ね、ファイルを オンラインに預けましょうっていうサービスに、例えばドロップボックスとか、えー、Google ドライブとかっていうのありますねというようですねで。この増産マークの方、これはこの後話しますけど、えー、これはあのファイルを預けるというよりはどっちか文書、文書ですね、紙、紙を預けていくっていうイメージに近いのが EverNote ていうサービスなのかなって気がしています。で今回は話しませんけど、この点々ってあるやつ。 これ何かっていうと、パスワードを共有するサービス、皆さん使ってますかねこれ、ラストパスっていうサービスなんだけど、今大きく分けるとパスワード共、パスワードのクラウドサービスっていうのは、ラストパスっていうものと、ワンパスワードっていうもの、大体2個しかもうないんですね。それ以外はいわゆる Google の中に入ってるか、Apple の中に入ってるかあるんだけど、独立してるもので成功してるの、今2個しかないんだけど、このワンパスワードっていうのは、 1>, 1個のパスワードで全てのウェブサービスの ID パスワードが使えますよっていう,のっていう名前ですねで。ラストパスっていうのは最後のパスワード、えー、自分ちのパスワードさえ覚えておけば、最後のパスワードさえ覚えておけば、他の忘れても全部自分たちが中で管理してるから大丈夫ですよっていうサービスのまあ大きく2つあります。でこれは僕はあのラストパスっていう方を僕は使ってるんですけども、彼これ10年以上使ってるんだけど、 これ、これ使うとね、あの本当にやばいです。<laughs> あの、皆さんね、SNS って、例えば Facebook とか Twitter とかね、あるし、Gmail とかいろんなサービスありますよね。あの、普通の例えば楽天とか、えー、Amazon とか、いろんなウェブネットフリックス、いろんなサービスあると思うんだけど、これの ID、パスワードって全部一緒ですかこれ、一緒はよくないですよね。で、変える、変えた方がいいってことは分かってるんだけど、全部変えると管理ができなくなるじゃないですか。 わけわかんなくなりますよね。それらを一く単に全部管理するクラウドサービスがラストパスとかワンパスワードってやつなんですね。で、ここに自分のパスワードを預けさえしておけば、自分がどっかのサービスにログインしようとすると、その、えー、と自分のクラウドサービスのあるパスワード情報が引っ張ってきて、自動的にログインしてくれるって、パスワードが、ね、自動的に入力してくれるっていうサービスなんですね。なので、これさえ,入これさえちゃんと入れとけば、例えば、 このパソコンが今日壊れたとしても、新しいパソコンを買えますよねで。新しいパソコンにのブラウザーにラストパスっていうのでログインすると、もうそのパソコンにはすべての ID、パスワードが使えるようになるわけですねで。今まで皆さんパソコンに覚えさせたりしてませんパソコンとかブラウザーに保存っていうのをやってると思うんだけど、これっていいんだけど、パソコン変わったらダメなんですよね。そうすると、その時にもう忘れてるじゃないですか、パスワードそしたら新しいパソコンになったらログインできなくなるんですね。 だから、っていうのはなんでかっていうと、クラウドに預けてないからなんですねパ。パスワード。クラウドにさえ預けておけば、パソコンが変わろうが、スマホからかに変わろうが、ね、家だろうが、出先だろうが、会社だろうが、どこでもログインできるて状態になるので、パスワードの管理って結構大事なんですけど、今日ちょっとこれはやりません。で、えー、一番右に書いてるこの B って書いてるもの、これはハテナブックマークっていうサービスなんだけど、これも非常にね、あの優秀なサービスで、 これ何かっていうと、皆さん、おそらくブラウザ上にブックマークしてるサービスっていっぱいあると思うんですね。例えばなんか、銀行の,、ね、あのログインページとか、いろんなウェブサービスのログインページとかブックマークしてると思うんですけど、これってパソコンに入れてるわけですよ。パソコンのブラウザに入れてるから、そうすると、新しいパソコンだと入ってないわけですね。で、ホテルのパソコンでちょっと仕事しようかなと思ったときに、ホテルのパソコンに皆さんのブックマークが入ってないわけですね。 でこれらのものをオンラインで自分がよく見るサイトってのログインあの登録しておくと、そこに見に行けばあの仕事ができるわけですねで。皆さんの多分ブックマークしてる情報って結構大事で、これ,これがあるから仕事ができてるんだけど、これなかったらいちいちなんかログイン URL 調べてみため面倒くさいですよね。でやっぱここら辺がやっぱテレワークとかの課題で。 その結局、自分がめんどくさいとかパスワードがわからないからとかになると、結局、じゃあもうそんなんだったら会社行った方がいいじゃんって話になるんですね。そしたらいつまでたってもあの便利な世界に行けないので、ね、あのパスワードを管理する、ブックマークを管理するみたいな話が右側に出てます。で、今度、左側の方に出てるのが、まあ、これはいわゆるあの大容量ファイルですね。の 1>, なんか1ギガとか2ギガとかですね、大きいファイルを共有クラウド上に保存するサービスっていうのに、これ、ファイ e s t o r e っていうのを僕使ってますけど、ファイアストレージってサービスがありますと。で、ここにある、このなんか弓矢みたいなマークのものがありますけど、あ皆さんの多分、今回の、えっと、セミナーのレジュメをここからダウンロードしてくださいっていう、ね、メールが多分来てると思うんだけど、これ、一番左のファイアストレージってやつを使ってます。 そうすると、ここにデータを預けておけば、皆さんはそこにパスワードでログインすれば、そうするとダウンロードできたと思うんですね。そうすると、メールに添付しなくていいわけですね。メールに添付すると、あ実はこの間はあったんですけど、あの ある保険屋さんからですね、セミナーの依頼が来て、でそのセミナーのレジュメを送りますねって言ったときに、僕は、ね、あのそのいつもと同じように、このファイアストレージにここにデータを置いてるから、ここにこのこのパスワードが入ったらログインできるから、ここから、ね、ダウンロードしてね、レジュメ使ってくださいねって言って送ったら、メールが来て、返事が来てあの、保険屋さんってセキュリティがすごく高いので、こういうクラウド系のデータにアクセスして、パスワードを とかでログインしていていうのはできないって言うんです、ね、アクセスできませんでしたって言うんですね。であの、これできなかったので、PDF をメールに添付して送ってくださいって言われるんだけど、いや、そっちの方が危ないよって話して <laughs> で。で、結局、添付できるっていうことは、スパム情報も添付できるわけだから、そっちは OK なのになんでそっちはだめなんだと思ったんだけど、あのまあ、そういう、ね、サービスが、このファイル共有サービスですね。 でこの辺は音声を預けるサービス、これはあの、ポッドキャストですね、アンカーっていうサービスですけど、音声データを預けるサービスなのか、これ、ズームですよね、まああの。ライブとかテレビ会議のデータを、皆さんのセミナーもおそらくね、今回録画されていると思うんだけど、これを預けてますよね、データとして、クラウド上で見れるようになっていると思うんですけど、こういうのを預ける場所なのか、まあ、YouTube ですね。そしてこれは Google フォト、写真ですね。 という形で、異論に何を預けるかということであるんだけど、僕はねあの、あえてちょっと言っときますけど、YouTube っていうサービスは皆さん動画をアップロードして見るサービスと思っている方が多いんですけど、これはファイ動画の共有サービスなんで、公開しなければあの無制限に動画を上げ放題のサービスなんですね。こんなサービス世の中に存在しないので、 公開さえしなければ、つまり非公開にしておけば、自分がいろんなデータとか動画があった場合にそれを全部上げ取ってもいいわけですね。そういう意味でも YouTube はですね、非常に便利なクラウドサービスとも言えるんじゃないかなと思います。というですね、いろんなクラウドサービスがあるわけなんですけど、あのぜひ皆さんも紙をなくす努力っていうのをしてほしいなっていうふうに思います。 はい、えー、ではですね、ちょっと時間もなくなってきました。えー、次の、ね、話をしたいと思うんですけど、えー文書管、文書管理とファイル管理サービスを使い分けっていううに書いてるんですけど、さっきもちょっと話しました。はい、えー、今日の回は以上になります。はいご清聴ありがとうございました。はいご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、教材を買って勉強していただければ嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。